テランの実松がもちろんいます。そして宇佐美、今日田口をリードする、まあいろんなその向上効果を生みますよね、なかなかその保守的には変化球よりもストレート系が増える、で捉えやすくなるという、あ、そういうこともありますよね、はい、どうしてもキャッチャーにもよりますけどもね、はい、木所結局三振でした。加藤さん、よく言う打ち込みですよね、はい、まあ、あのキャンプオープン戦通じてどれぐらいこういわゆる打っていくかというね、うん、それが足りないということになっているかもしれませんが、そうですね、まあ、肘の状態、その後の手首の状態が悪かったということを聞いてますので、空振りの三振、今のがチェンジアップじゃないでしょうね、いいボールでしょうね、はい、通信系のそのバッティングのスタイルも見受けられますしね、非常になんか掴みどころのないと言いますか、うん、あ、見逃しの三振に終わりました牧原。いずれも低め低めには来ますね、ボールが高低と言いますか、意外とその大きく変化しているような感じ受けますよね。あ、三球三振、この緩急の使い方はどうですか。はい、いいと思いますね、しっかりと制球できてますし、まあ、柳田的には、まあ、おそらく一つボールというのもあったのか、まあ、いきなり三球勝負で来るのかっていう、まあ、はっきりしたものがなかったと言いますかね、まあ、三球勝負もやっぱこういうところがいい、悪いピッチと同じ球種じゃないですかね。ああ、もう一球来て空振りの三振。6回の裏、ホークスが1点を返しました。5対2、3点差となっています。